こんにちは、古田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、リズムパターンに、ロールをどうやって組み込みますかっていう質問があったので、まずはですね、リズムパターン、アクセントでのリズムパターンっていうと、ニューオーリンズビートが一番僕思いついたんで、で、これを、昨日やったみたいに、ロールで埋める。こういう形で、ロールを入れるとかっこいいんじゃないかな。で、このバズロール、要はプレスロールって言われるやつ、こういうやつね。こういう電子ドラムでもこと出せる、このプレスロールってやつ。これは押さえつけるんだけど、要は押さえつけすぎるとすぐ止まっちゃうから、最初にギュッて力入れてすぐ力を。そうするとすごく長く伸びるところがあるんで、これを一個ずつ見つけてって、で、これでこの、これはね、ウェックルに、言ってたんですけど、こういう風にするのが普通のロールで、プレスの時は、ここキュッて、握りすり込むと、こっちだとこの人差し指かけちゃうと。ね。そうすると体重乗せるでしょ。体重乗せた感じで、ストレスっていうか、アクセントっていうのは一個一個のこれなんだけど、ストレスってこういう感じ。ドラムでやろうかなと思ったんですけど、これでもいけるかなと思ってちょっとやってみました。だから電子ドラムでも結構出ますね。の感じで出せると思いますね。で、プレスロールで入れてもいいし。そうすると前回やったね、昨日やったこの。というこの。8つのアクセントをいろいろ使って、アクセント、リズムパターンを作って、そこを間をドラッグで埋める。っていうような形にすると、一つうまくいくっていうのと、あとですね、このハイハットのここに組み込むんですよ。いう感じで、これをこういう、例えば5番を組み込むと、ドラッガーで考えたっていうふうに考えて、埋め込むというのと、こういう、例えばちょっと古いですけど、僕が好きなジャミロクワイのバーチャルのインサニティみたいな、跳ねてる曲の場合は、この5、6、7、8はね、たたつくつくっていうのは、これをでも、これってパラディドロディドロでしょ？パラディドディド、パラディドディドだから、これをクオンタイズかけるっていうか、たたつく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 っていうのを全部均等にすると6連符になるわけですよ。だから、中間みたいな、どっちとも言えないみたいな感じですと、急に3年に聞こえたりとか、ちょっと寄せるだけで聞こえるんですよ。これを、例えば6番だと、同じテンポだけど、トゥルラタトゥルラタトゥトゥトゥタタトゥっていうふうに、急にちょっとシフトダウンしたみたいな感じ。7番。これは、パラディドルディドルの、インワードになるんだけど、これよく使うでしょ。これどっちのフィールでも、よく使うと思うんですが、ドッタカタカタッタッタッタンっていうのドタタタタタタタッ、同じ手順でいけるから、ちょっと滑らかにすると6連のフィルだし、これだと32分のフィルに変わるわけですよ。8番。
れると、まあリズムパターンにロールが入れれるっていうイメージかな。で、この間やったみたいな、この、まあ、最近のコピーのやつでよく出てきたけど、例えば、タカタカってフィルの手前に、トロフィルインの手前に、こう、ファイブストローク入れたりとか。だからタタトンってフレーズも、ラフ入れると、ファイブ入れると、なんかだんだんかっこよくなるみたいなね、ちょっとねじ込むみたいなフレーズな感じなんですが、という形でこういうふうに16ビートのこういうハイハットのところに組み込んだりとか、この、アクセントのフィルインっていうような形でした。サンバとかも、まあこれカニカマはカニカマサンバですよ。サンバの本当のサンバの現地の感じじゃないけど、このみたいな感じに持っていけるかなと思います。こんな感じかな。このプリント結構使えると思うんで、ぜひダウンロードしてみて練習してみてください。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。